久保がプレミアに行かない。理由がはっきりしてしまう。ごちゃんにて、久保建英がプレミアへ行かない理由に、気づいたものが現れた模様。ラリーガがやっぱ最強だな。久保がプレミアに行かないのは、ちゃんとした理由があるんだな。下手になっちまうもんな。このラリーガの選手たちの中で、ドリブルやチャンスメイクのスタッツで、トップレベルの久保がいかにすごいかわかるな。ソシエダもまだまだ捨てたもんじゃない。地区スペイン優勝、メリーノとオヤルサバルは、それぞれ勝ち越しゴール決めたし、スビメンディルノルマンも今日良かったしで、ソシエダ組はユーロ良かったな。言うてリーガでコンスタントに CL 上位狙うなら、レアル、バルサ、アトレティコしかないし。久保がこのスペイン代表に入っていたら、得点王になってバロンドール取れてたな。ソシエダ程度から、5人選ばれるスペインの選手層。ってバカにしてた奴ら息してるか？ソシエダこれだけ選手揃ってて、CL 圏すら無理なのもう監督のせいやろ。ラリーガから出る必要がないことが、証明された。これだけソシエダの選手が活躍したら、今季はバルサと2位争いするから、久保は残留でもいいんだね。日本人が目指すべきリーグはラリーガ、なお県外枠のせいで、ハードルクソ高い模様。ヤマルがリーガで 5G 超えで、出場時間がヤマルより少ない久保が、7G4A という事実。久保神の皆さん、土下座して謝罪します。世界一のリーグはラリーガでした。ごめんなさい。プレミアは所詮金で選手集めただけのリーグでした。ごめんなさい。この結果が出た以上久保はリーガに泊まるべきだと思います。プレミアなんてレベル低いリーグ行っても意味はないですよね。そりゃスペイン代表で活躍したのは、リーガ所属ばっかやし、CL も4チームすべてベスト16やし。現状スペインおよびラリーガ、最強という現実しかない。ソシエダ炎上した、久保の判断は正しかったな。選手の質が高い。